されます。 Welcome to Gundam Online。 機体を選択してください。ジークジオン、どうもおいしいです。ここですよ。出撃する地点を選択してください。ここだよ、ここ。そう、ここさ、リボーコロニー。リボーコロニーといえばリボーコロニーね、いろいろ変わったんですけども、まあ冷水初動で、ほとんど決まっちゃうですね。出撃準備完了。あとは発進してください。機体花瓶すべて正常。出る。犠牲を払ってでも勝て。出撃しろ。コンテナを回収したよ。拠点をいただきました。自分本拠点 Y の防衛をお願いします。自分本拠点 X の耐久値が残り 50% 以下です。自分本拠点 X の耐久値が残り 10% 以下です。誰もいないか。こうなる。防衛ラインは壊滅状態です。敵軍戦力ゲージが残り 50% 以下です。敵軍本拠点 B を破壊しました。敵軍戦力ゲージが残り 30% 以下です。協力させていただきます。どうしましょうかね。自軍戦力ゲージが残り 50% 以下です。自軍本拠点 Y の耐久値が残り 50% 以下です。ん？ん？協力させていただきます。なんで死んだ今の。全くわかん、よくせぬ死に方をしてたけど。拠点を占領した。残り 30% 以下です。さあ、まだいける。勝負はまだ終わってない。私を止められるか。まあいいんじゃないですか。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。だから補給艦を上に出した方がいい。ここで落ちるわけには、落ちるわけには。まだまだ腕は衰えておらんだね。出撃する機体を選択。出撃する地点を選択してください。私の前に立ちはだかるものは全て消す。後悔するがいい。上に上がっても、まあ上に上がってみるのも面白い。脱出しろよ。まだいける。なんて攻撃だ。登場登場。まあいいんじゃないですか。ここから始めるぞ。出撃する機体を選択。出撃する地点を選択してください。敵軍戦力ゲージが残り 10% 以下です。Thank you.
だ終わってない。攻撃当たりだ。痛い。出撃する地点を選択し、出撃する地点を選択してください。北方面面白いんだけどね。北はまあ守りきんないよね。だから中央をこうやって守りきれてるんで、中央はなんとかなるかもねみたいな感じなんですね。止まるか。ダメージ倍増だ。まだいける。まだ続くのか。この調子でいける。安心しろ。意外と銃撃の方がいいんじゃねえかっていう気が。このマップは、ここは銃ですけど何かこういう、こういうぐらいの戦術も大好き。だからさ、スモックとかさ、フラッシュとかもっと気軽に使えるようにしたら、このゲームさ、もっとカオスになるね。こういうマップでもさ、おせっかいかもしれないな。言ってんだけど、そしたらこんななんかわがなんか攻撃ゲーみたいなのになるのもなくなるし、だいぶ変わると思うよ。おせっかいかもしれないな。うわ、来た。我が軍の勝利です。お疲れ様でした。グフちゃん、いいですね。はい、いや、中央をね、ちゃんと守った人がいたんで、それでもうほとんど消しましたね。そんな感じでした。個人評価の報告です。もう期待なければちゃんと守ればいい。南はまあ、ある程度守りきれるんで、北はただ厳しいと思うんですよ。中央なのかなっていう。焦点は中央を少し守って、南を攻めつつ、で、ぶっちゃけ北はネズミでも壊せるんです。南に集中するから、ね、北は抑えきれないと思うよ。あと中央も侵入ルートが多すぎる。中央はだから、初動では守れるかもしれないけども、ネズミでは壊せる可能性が高いと。予約ボタンを押してください。そんな感じでした。それでは、最後まで見てくれてありがとうございました。シルビでした。